青霧は、青いか青霧属の落葉鉱木。公園樹、街路樹に利用される。中国南部、東南アジア原産。沖縄、奄美、大島に分布する。日本の団地に野生化した状態で見られることもあるが、多くは、街路樹や庭木として植えられる。落葉鉱木で、樹高は15から20メートル。幹や枝の樹皮は緑色で、小枝は太い。 葉は五生し、長い葉平がつき、葉芯は大きくて薄く、乱形で、葉芯の基部は心臓型で、虚子はない。幼児には、葉の表面、葉子に柔らかい毛がある。花は初夏に、枝先に、大型の塩水果状を出して、尾花と雌花が混じり、紅白色から、黄緑色の五弁の小花を群生する。学編は五個で、花弁はない。果実は、果てで、 草室、秋にこなすが、完熟前に5辺に劣開し、一辺の長さが7から10センチメートルほど、ある船の形のような裂片の円辺に、まだ緑色の遠藤豆くらいの小球状の種子を1から5個ほどつける。種子は、休憩で計4から6ミリメートル、後に、気褐色から茶色に変化し、表面にシワがあり硬い。庭木、公園樹、街路樹にし、材を、建具、家具、 楽器などとする。種子は古くは食用にされ、太平洋戦争中にはいて、コーヒーの代用品にした。幸いは、主に春に、発芽前の若枝を、長さ30センチメートルほどに切って、挿し木して育成される。種子は、五同士と呼ばれる気薬として用いられ、胃痛、下痢の薬効作用がある。葉は、不腫、高血圧。 コレステロールの低下などの民間薬として用いられ、初夏にとって洗い、陰干ししたものを10から15グラムを水 500cc で煎じ、服用する用法が知られている。中国では、鳳凰が住む木とされた。ふっつぎが初めて霧の木を削って古ごとを作ったという伝説がある。中国人の季節感と深い関係があり、七十二項の一つに霧シカがある。 また、青霧の葉が色づくのは、秋の代表的な景色であり、王将霊、蝶信明氏、その一に、金井五道秋葉記の句がある。また白巨衣、長根下には、周古道洋知事という。中国の伝説では、青霧の枝には十二枚の葉がつくが、純月のある年には十三枚つくと言われた。青霧族は、青いカの族の一つ。ありがとうございます。